まず最初にパワーシフトキャンペーンの紹介をしまして、続いて、ディスカッション、ここからはパワーシフトキャンペーンの、手塚智子さんからお願いしたいと思います。こんにちは、パワーシフトキャンペーンの手塚と申します。くどいようですが、2016年本当に、私たちは、電力会社を選ぶようになります。で、先ほど高橋さんが冒頭におっしゃった2010年にまさか電力の小売が全面自由化するなんて思いもおらなかったと言ったのは、私です。もう固くピタッと閉ざされた、扉が、2011年になって開き始めた。このチャンスを逃すわけにいかないっていうことで、2014年の冬頃からですね、勉強会を重ねて、有志が立ち上げたのがこのパワーシフトキャンペーンです。で、今年の3月にキックオフのイベントをしまして、徐々にこのパワーシフトの動きを具体化しています。で、私たちがやっているパワーシフトとは、自然エネルギー社会に向けて電力や、電力システムの在り方を、市民の力、消費者の力に変えていくことです。で、今具体的に言うと、その電力市場が全面自由化することによって8兆円という莫大な金額が動くと言われています。この8兆円がどの電源に行くのか、私たちの選択によって、原子力に行くのか、化石燃料に行くのか、自然エネルギーに行くのか、それは、電力システムが自由化した今では、私たち自身が、プレイヤーになることができると。で、このチャンスを何とか生かすために何ができるかということがキャンペーンの主題になっています。で、私たちができるのは、今までの東京、関東で言えば東京電力以外のところから選べるようになる。で、私たちに対して東京電力以外の、例えば中国電力や北海道電力も電気を売ることができるようになるということで、さまざまな選択肢が出てきます。一方で、じゃあ、このままスムーズに電力会社を選べるようになるかというと、なかなかそうもいかない。さまざまな制度的なハードルが見えてきました。やはり、資本力が強かったり、政治力の強い、大手の電力会社の方が、有利な面があります。また、これから、新しく、新規に電力事業を立ち上げようとする会社は、まだまだ広報が足りなかったり、情報が一般市民の方に届きにくかったりということがあります。ここに私たちの存在意義があります。私たちが一つ、掲げていることは、自然エネルギーの電力を供給する会社を選びやすくする。その消費者と、自然エネルギー社会を作っていく会社をつなぐということです。で、そのために必要な情報を発信したり、意見交換をしたり、制度面の働きかけなどを行っていきます。で、実際に電力市場が自由化したら、本当に自然エネルギーの電力会社を選ぶ人を増やすということが、目的です。で、私たちが重視している点としては、ただ自然エネルギーであれば何でもいいということではありません。情報の透明性、電源や環境負荷などの情報を一般消費者に公開していること、それから再生可能エネルギーの発電設備からの調達を中心とすること、原子力や石炭火力発電所からの調達はしていない。また、誰が作っている電気かということも重視しています。地域に密着していたり、市民のボトムアップの力で導入された再生可能エネルギー発電設備を重視、そして、誰からどんな電力を買うかという意味で、大手電力会社と資本関係がない会社であること、これも重視しています。で、こうした、重視する視点をもとにしながら、実際に、本当に自然エネルギーを中心とする電力会社、その私たちに向けて、小売に向けて、目指している会社のヒアリングを4月から重ねてきました。そして現在、今お示しした5つの条件に、あった5社について、おとといですね、ホームページで、紹介を始めたところです。はい。
でですね、皆さん手元にチラシをお持ちでしょうか。はい、これは第2弾のチラシです。出来たてのほやほやです。私たちはそのいよいよ自然エネルギーを選ぶことができる、私たち自身がエネルギーシステムに影響を与えることができる時代が来たんだよということを、伝えて仲間を増やす、本当に自然エネルギーを選びたいという声を、宣言という形で、募る活動をしています。ここにおられる方はもうとっくにしたよという方がほとんどかもしれないんですが、まだまだ、今1300です。まだまだ2000、3000と増やしていきたいと思っていますので、ぜひ、身近な方にどんどん呼びかけて増やしていってくださいということで、バーシストの簡単な紹介をさせていただきました。電力会社の紹介はこれから充実していきたいと思っています。皆さんのところに情報などがありましたらどしどし、お寄せください。よろしくお願いします。では、後半のパネルディスカッションの方に入りたいと思います。本日は講師の高橋先生、それから、4社の、自然エネルギーの供給を目指、小売供給を目指す4社の皆様と様々な地域から、来てくださってありがとうございます。主催する私が言うのもなんなんですけれども、今日は画期的な日じゃないかと思っています。本当に電力を私たちが選べるようになる、電力自由化が私たちのところにやってきました。で、その私たちの選びたいという気持ちに応える自然エネルギーを本当に供給しようと頑張っておられる方たちがこうやって一堂に会するということは今までになかったことです。なのでですね、今日は、専門家である、高橋さんから、コメントもいただきながら、ぜひ小売事業者さんの生の声を聞いてですね、意見交換をしながら、電力システム改革 と、消費者である私たちができることは何かということについて、具体的に考えていきたいと思います。はじめに、4社の方から、それぞれの特徴現状のお話をお聞きしましたが、それぞれの各社のお話を聞いて、高橋さんの方からコメントをお願いできますでしょうか。はい、そうですね、この自由化をされるということは消費者の方々にとって見ればですね、選択肢がこれまではなかったわけですから、それを行使できると、選択権を行使できるという意味で非常に格好の絶好のチャンスだということだと思うんですね。ですので、消費者としてはそれを何て言いますか、真剣にと言いますか、楽しみつつも真剣に行使をするということが期待をされていると思うんです。逆に言うと、その供給する側、サプライヤーといいますか、小売の会社からすればですね、そういう消費者にいかに選ばれるのかというところが鍵だというふうに思っています。で、個別にはですね、いろいろと事情もあるわけですし、皆さんそれぞれの立場から非常に努力をされていて、もうすでに大口の方に供給されている方もいれば、来年の4月になんとか間に合わせたいと言ってる方もこれいらっしゃるわけであって、それぞれの会社の何て言いますか、努力といいますか、については大変こう頭が下がるところなわけなんですけれども、と同時に消費者に選ばれなければある意味しょうがないといいますか、あくまでこれは事業ですから、非常にこう志があって、ね、再エネ 100% にしたいということ自体は素晴らしいことなわけなんですけれども、それがその消費者に受け入れられるだけのですね、内容をいかにこう伴うのかというところが鍵だと思っています。で、その際にはですね、じゃあ、こちらの供給者の側の努力だけかといえれば全くそうではなくて、現状ではですね、さまざまな制度がそれを阻害してきていると
いう側面が非常にあるわけですね。単純な自由競争の世界ではなくて、先ほども私の話の中でも申し上げましたけれども、そもそも今再生の発電所自体をなかなか増やしにくいようなルールとか制度になってきているとかですね、あるいは単純に再生関係なく市場競争をしようと思っても、卸電力取引所のそもそも流通量が小さいので、再生とか関係なくなかなか競争にならないとかですね、そういう問題が山ほどあります。ですので、それは役所とかの方がやるべき仕事なわけなんですけれども、そういう競争条件、規制の制度っていうものをですね、適切に改めつつですね、その環境下でいかにそういう事業者が魅力的な料金メニューだとか電源の内容だとか、そういうブランドイメージをいかに形作るだとか、いやいやと電気だけではなくて省エネのアドバイス、コンサルティングも一緒にやるだとか、節電平均もやるだとか、やっぱりそういう、こう消費者との対話ですよね、というものをですね、いかに高めていけるのかというところが、ちょっと総論的なコメントになると思う。ありがとうございます。その選ばれる努力とか、その消費者との対話というキーワードがあったと思うんですけれども、今までは私たち選ばされているというか買わされていたようなところがあるんですが、対等な関係があるっていうふうに考えていいんでしょうかね。そういう意味で、そうしましたら、浜田さんからその選ばれる努力であったりとか消費者との対話的な工夫のところをお話しいただけますか。はい、省エネということが先ほどキーワードで出てきたんですけども、減らすこととまた自然エネルギーに切り替えていくことということで、それを合わせて全体的にこう、脱原発というかですね、エネルギーシフトということを捉えていきたいというのは考えています。で、この間ですね、春から電力の高圧の供給も進めてきたわけなんですけども、一方で省エネの、学習会というかですね、推進の事業もやっています。で、金額的にいくとですね、もう本当にわずかというかですね、電気のご苦労と学習会のっていうのは本当にもう、違うわけなんですけれども、価値としてはですね、すごく本当に対等、それ以上と私は見ていて、で例えば地域の、環境、集会にですね、省エネについて考える機会を、設けてやっています。夏休みとかはですね、お子さんたち含めて、工作したりですねしながら、エネルギーのことをみんなで考えてみようということを機会として設けています。そのことを、生活クラブでトータルに、考え方というところを、どんどん生活クラブというか組合員はですね、方は、引っ越しで辞められたりする方もいるので、絶えずもう人は入れ替わってますので、ある意味こう生活クラブの組合員という方がいるようで、どんどん入れ替わっていますので、そこは去年お話ししたことがもう違うメンバーにどんどん変わっていくので、絶えず先ほどの風車のこととかですね、もう知らない方がどんどんいっぱいいらっしゃるので、そこを話しているということと、そういう意味で、トータルに考えたいということをみんなで、考えていくことをやっています。一方で省エネしちゃうとですね、電気の売り上げとしてはですねちょっと難しいところもあるんですけど、やっぱり大枠の大きな目標っていうのをみんなで共感したいと思って進めています。はい、はい、浦上の大地の方はですね、パルシステム東京の方を通していろいろと広報の方をしております。ホームページでしたりとか、あとはいろいろその講演、私のはもう講演が中心ですけれども、パルシステム東京のはホームページですとか、そういったところで、脱原発、温暖化防止というところを主体として掲げていて、今回の、パンフレットでお配りしているようなですね、情報なども、随時公開していって、再エネをどんどん広げていくということをですね、全体として広めていくと、あとは、パルシステム東京だけでなくてですね、パルシステムグループのところで連合会等もありますので、そういったところからの発信もありまして、パルシステムグループ、一体となって、今、現状としてどうかというところを、広報していると
というところです。ですので、細かいところはそういった広報のところを見ていただけたらというふうに思うんですけれども、現状そういうところですね。はい、エナジーグリーンですけども、エナジーグリーンはもともとグリーン電力証書というですね、電気がついてない、環境価値だけを証明書にして売るっていう、そういう商品を取り扱ってまして、今日は午前中にちょっと高橋さんにお話を聞いてたところですね、スウェーデンでは電気と、グリーン電力証書とセットにして、で、これ CO2 ゼロの電気になりますから、そういう形で、きちんと法制度化されてですね、それで、売ってますよっていう、そういうお話があって、そういう国は素晴らしいなというふうに思ったんですが、日本はそうなっておりませんで、証書としてはですね、実はエネパソクというですね、個人向けのグリーン電力証書という商品を3年ぐらい前から作ってですね、それで広げています。で、数百人ぐらいの、お客さんなんですけども、まず電気を売ると、再生可能エネルギーの電気を売ると、すれば、そこの お客さんがですね、最初の、購入者かなというふうに思っていてですね、これは今でも、少し上乗せ料金を払って電気を買っているという、そういう人たちです。で、それから生活クラブさん、パルシステムさん、どちらも生協ですので、組合員でないと買えないというのがありますから、そちらの組合員でない方はエナジーグリーンかなというふうに思っております。大地を守る会とかですね、ぜひ、そういうふうに検討していただけるのかなと、そういう意味で、それぞれの、利点というか特徴を生かしながら、首都圏では、販売がしていけるのかなというふうに、思います。エヌパーの中山さん、お願いします。エヌパーの中山ですが、お客さんとの対話っていうところを考えると、今我々自治体に売ったりとか、もちろん民間の企業さんに売ったりするんですけども、使い方によって、いわゆる発電側っていうのも調整をしております。で、お客さんが来週どのように使うのか、例えて言うのは明日どのように使うのかを我々はお客さんから情報をいただいております。そこが今の東京電力さん、いわゆる電力会社さんと大きく違うところだと思ってます。ですからそこはちょっと問題が生じるところでもあるんですね。いわゆるお客さんからすると非常に面倒くさいって言われるところがあります。で、今考えているというか今常にやってるのは、今まで通りの使い方なのか、それともちょっと、増える使い方なのか、それとも減る使い方なのかを毎週のように聞いております。それが一つ電源を持つ側が、調整できるところかなと思っております。それが今後一般の家庭に、販売することができるようになれば、その辺は随時ですね、やり方っていうところは考えていきたいんですけど、使う側の、使い方っていうものは常に教えていただきたい。それが 100% 当たればそれこそ無駄がない形にはなりますので、そのようにやっていけたらなと思っています。で、うちの PR とするともちろん再エネ 100% でいきたいので、ナチュラルパワーの意味の N を取って N パワーという名前にしましたので、それを前面に出して、皆さんの方にはアピールしていきたいなと思っております。ありがとうございます。皆さんの話聞いてると確かに電気は色もないし混ざってしまうし、玉突きって話もあったように、手に取りにくいものなんですけれども、なんかすごくこうあったかいっていうか、顔のまさに見えるような関係が築けてくるのかなっていう感じがしました。それで、そういった関係を築いて本当にいけるように、消費者が本当に選べるようになるのかと、
というところが皆さん気になるところだと思うんですね。それで、率直なところ、じゃあ本当にその交流していく上で、今いろんなあの制度上のハードルが、見えてきています。次々と。その中で、苦労なさっているところとか、まあ、課題だと思われるところあの一言ずつ浜田さんからごめんなさいお願いできますでしょうか。はい、日夜考えてるんですけどもなかなかですねそのルールが、小売に向けた法律ルールがまだ何かこう、はっきりと固まってないところが一つあるんです。こうなるかもしれない、託送料はこのぐらい今出てるけども少し下がってこのぐらいかもしれないとかですね、法律上さっきの自由の電源回避可能費用の問題とかですね、その相場がどのぐらいになるのかとかですね、市場の価格がどうなるかっていう、こう、まあ、とことん法律的にどうなるかっていう、そのグラグラした土台のところに、机上の事業計画を立てて、で、最終的にその電気を生活クラブの組合員の方が選択するかどうかっていうのを誰も確信を持っていないので、そこでこう立てているところがあるので、そこの一つの事業計画っていうところは悩ましいというかですね、ただ、どっかのレベルでは、スタートしていかないと、まあ、スタートしてみないとわからないっていうのは確かにありますので、そこである程度のこう安定性というか担保をしつつスタートを切るっていうところのさじ加減というかですね、そこは本当に生活クラブ全体で今まさにプロジェクトの中で悩んでいるとか一生懸命考えているところです。はい、ありがとうございます。中身の第一の、鈴木さんお願いします。はい、まずですね生活クラブさんと重複するところもあるので別のところで言うとやっぱりその再エネの電源の確保というところが、今大きな課題としてあります。やはりその、元手になるですね電源がないと供給もできないというところがありますので、そこをまあいかに確保していくかというところが、ポイントになってくるかなというふうに思ってます。で、あとはですね、実際に今高圧の事業所向けに電力の供給のをしておりますけれども、やはり、再エネというところもあってですね、安定しないところもありますので、そういったところで需給のバランスを、取るのにちょっと苦労しているところはあります。実際そのバイオマスは、再エネの中でも比較的安定電源というふうに言われてるんですけれども、それでもやっぱり変動があったりですとか、あとは、火力発電なんかですと、必要ない時間はもう止めてしまって動かさないっていうことできるんですけれども、再エネの場合はそういうところもいかないので、使わない時間にこう余剰が出てしまうということなんかもありますので、そういった需給調整のところもいろいろと、苦労しているというところです。で、あとはですね、完全自由化された際には、各組合家庭に供給することになるわけですけれども、そのためのですね、システム関連の整備、どういった形で料金を徴収するのかとか、そういったところを、今検討している段階ですので、そういった、面から、今、いろいろと課題があるというところです。ありがとうございます。もう何もかも作っていくっていうところです。今までなかったものを本当にそれぞれ模索しながら作っているところなんだなということが実感できます。エナジーグリーンの、竹村さんお願いします。そうなんですね、はい、みんなで作っていかなきゃいけないということで、来年2016年から全面自由化ですね、家庭部門の 40% まで含めた自由化が始まるわけですけど、そこがゴールで終わりではないわけですよね。で、一応その次の、大きな、なんて言いますかね、ゴールというよりは何だろう、超えなきゃいけないところっていうのが、何かというと2020年の、初送電分離、で送電と発電と、それから小売と、これは一応その、
まあ、今年来年とですね、順次、そのようにはなっていくんですけれども、完全に、電力会社から送電部門がですね、切り離される、まあ、一応これもまだですね、法的分離ということで所有権分離ではないので中途半端なんですけども、それでも運営権、管理権は広域機関に移るというそういう大きな変化があります。でその時に例えば再エネが少なくて、結局再エネ買う人もいなくてみたいな状態だとその発送電分離もですね、多分中途半端なものになってしまうんじゃないかなと。でその時までに、まあ、どこの会社の方も皆発電所が足りないで発電所を独自で開発するっていうそういうことを、言われてまして、で、まあ、エナジーグリーンもですねバイオマスと水力と できれば風力まで手を出したいというふうに思っていまして、まあ、それを全部2020年までに、作るのは難しいですけれども、とにかくみんなの力で、供給側を増やしていくというのが一番今大事なことかな。で、2016年にまだないからといって落胆するのではなく、それなら作るぜということをみんなでやると。でそれともう一つはですね、これちょっと付け加えで今度消費側なんですけども、さっき、どのように皆さんが使っていらっしゃるかというのを、分かるということが供給する上で大事ということを、N パワーの方が言われました。でまさに電力小売をしようとするときには供給側の状況もどういうふうに発電するのかっていうその時々刻々の変化っていうのを把握しないといけないし、それから使う側も、時々刻々どういうふうに変化しているかっていうのを、事前にですね予測できるというそういう形になってないといけなくて、でそのためには、これはスマートメーターというものが、これは必要になります。でスマートメーターについていろいろ、まだ議論があるということは承知をしておりますが、スマートメーターというものがあってかなり大量のですね、消費側の皆さんの、電気の動きというのが、見える化するという、でこれがないと多分その、家庭部門に供給するのは、とても難しいということになるかもしれない、そのことはちょっと念頭に置いていただきたいと思います。で、まあ、電池波の問題がうんぬんという、議論がありますが、私はそれは携帯電話よりは小さいというふうに、ですが電池波が問題ないとは言いませんけれども携帯電話よりは小さいということは言っておりますので、考えておりますので、皆さんでも検討していただければというふうに思います。ありがとうございます。中山さんお願いします。はい、苦労しているところですよね、はい一番苦労しているところは政府のやり方というかそれには一番苦労しております。なんですかね、いいことをしようと思って、弊社の方も立ち上げて役に立てばなって思ってるんですけど、コロコロ政府の方が変わって、こういうルールになりましたとか言われるとそれに習って僕たちもやっていかないといけない。で、我々よりも大きな丸紅さんとか、エネットさんとかはそういう会議に出られて、席もあるように、意見を述べられるんですけど、我々ようなものは意見もできないので、そういう場にはぜひ招待していただいて意見を言いたいなっていうふうには思いますね。そこが一番の苦労です。皆さんそれぞれに率直なコメントとありがとうございます。さっきちょっと話すときに思ったのは、今は一社一社は本当に模索していて、それぞれご苦労なさって大変だと思うんです。でもだからこそこういったその消費者のために本当の選択肢を提供しようとしている方たちがそのタッグを組んで連合して、それこ その逆にこっちに招待するような場を設けたりとかできたりしたら面白いななんて思ってしまいました、お話を聞いていて。ここで今皆さん本当に私たちに自然エネルギーを、提供しようと頑張っている方たちがいます。
ぜひ聞いてみたいっていう方、手を挙げてください。質問を。仙台から来ました小林と申します。私はもう全くのど素人で、素朴な今日来てらっしゃる方は何だと思われるかもしれません。ちょっとそれを前提としてお聞きしたいんです。というのはエナジーグリーンさんが託送料金ということをおっしゃいましたね。それでああそうか、 やっぱりそれがあるのかと思ったんですが、というのは私が素朴に思うのは、私なんかは東京電力の電気を使ってるわけですね。東京電力はどういう具合に発電しているか知らないけれども、いろんなものを使って電気を作って、それを東京電力の送電線網で私の家に送ってきて、それを私はもう自動的に使ってるわけですね。それで誰かがおっしゃったけれども、その統一化は問題じゃないんだと。つまり電力プールの中に発電者はそのプールに投げ込むんであり、消費者はそのどこにいようとそのプールからまた引き出すだけなんだから、統一化は関係ないんだとおっしゃったけれども、だけどやっぱり送電線を作る料金があったり、私実は以前旅行してて山の奥の方 の送電線を作る仕事をしてる人の話を聞いたことがある。ああいう人たちは相当苦労して送電線を作ってるわけですね。だから送電線を維持したり、それを建設したりする、それをメンテナンスするセクションは必要だし、それはそれとその発電したものがそこに投入して、それを引き出すものが引き出してという、そこら辺の問題があるだろう。だから送電についてのも誰がどんなふうにやるかというようなご質問、そこら辺ちょっと教えていただけたら。じゃあ高橋さん、ね、おっしゃる通りで、当然送電配電には一定のコストがかかっています。それは自由化しようが自由化しまいが変わりません。今託送料っていう話が出ましたけども、まさに託送料金っていうのは自由化しない時には存在しないわけなんですけれども、自由化した後に、先ほど私が冒頭の紙で示しました通り、小売事業者がですね、実際にその送配電網を使わないと家庭まで電気を送り続けられないわけですね。ですので、小売の自由化をした段階で、そういう、項目が出てきて、でその料金を、小売の事業者が送配電網を使っているわけですから、送配電網を持っている電力会社に支払うと、それが託送料ということになります。でこれまでは現状も家庭はですね、電力会社が発電もして送配電もして小売もしていますから、その3つを足し合わせたものが電気料金として、政府に認定されてですね、で皆さんの電気料金になってですね、お支払いをしているということですから、電気料金見てもですね、発電部分にいくら、送配電部分にいくら、小売部分にいくらっていうような表示はされてませんけれども、自動的に皆さんはその3つの料金を支払っていたということなわけです。で今後も送配電、発送電分離はされる予定になってますけれども、そういう部門は、一つの会社として残って、で送電網を建設したりだとか維持管理をしたりだとか、そういう作業は続けますので、そういう送配電料金という形で、そういう費用は適切に負担をされて、でそれはその送配電のそういう活動に適切に使われる、当然監督官庁がしっかりと監視をしているもとでってことですけれども、適切に使われるという仕組み自体には変わりはありません。発送電分離がどういう具合になされるのかの、見通しもあるでしょうけれども、当然給電力でそれぞれ発電の仕組みは違うし、送電の いわゆる送電網のメンテナンス のコストも違うんでしょうけども、それはどうなるような見込みなんでしょうか。送電事業自体はこれまでも今後も基本的には変わりません。で当然それの、総括原価っていう言葉を皆さんも、もうご存知だと思いますけれども、例えば送電事業をするためにはこれだけのコストがかかりますと、送電網を建設するためにはこれだけの費用がかかりますと、あるいは維持管理するためにはこれだけの修繕費がかかりますだとか、そういうものを個別にこう積み上げていくわけです。
でこれだけの事業を、まあ、するためにはこれだけの費用がかかりますよねということを、まあ、その審査ですね、審議会などを通して、審査をした結果、じゃあ送電料金というのはいくらですよねというような決め方をこれまでもしてきましたし、今後もするということです。で発送電分離はと言いますとですね、送電事業はインフラなので今後も競争はする必要がないし競争にならないわけです。高速道路と思っていただければいいわけであって、高速道路を2本も3本も引いてですね競争する必要がないということはお分かりだと思います。送配電も若干の設備投資は必要ですけれども20、30にしていく必要はないわけですから、今後も独占なわけです。他方で発電と小売りは競争ができるんだから競争しましょうと、これが電力自由化の基本的な考え方です。そうすると発電所だけを持っていてですね、発電分野で競争をしようと考えているプレイヤーと、いやいやと送電網も持ってるし発電所も持ってるし小売もやっているんだという電力会社の間ではですね、利益相反が生じるわけです。発電だけあるいは小売だけをしている会社は送配電網が適切にフェアに使えなければ当然ビジネスにならないと、他方全部やっている会社からすると、まあ当たり前ですね、当然敵に塩を送るようなことはしたくないという原理が働きますので、だとすると競争分野すなわち発電小売と独占分野すなわち送配電とを分ける必要があると。送配電は送配電の考え方だけで送配電事業をやってくださいと、発電と小売は競争的な考え方で自由にやってくださいというのを分ける必要がありますよねと、それが発送電分離ということになります。ですので送電事業は今後も変わりませんと、で発電と小売は自由競争でやっていくんだから分けて別のもう少し競争的なマインドのもとでやってもらいましょうということが、日本では2020年までには発送電分離を行ってくださいと、まあ、東京電力は来年の4月にはやるみたいですけれども、そういうことが今決まっています。その見通し、形の見通しはどうな、ごめんなさい、次の方に質問していただいていいですか。すいません、遠くから来ていただいたのに。ちょっと補足で答えたいんですけど。あ、そうですか、じゃあ、お願いいたします。要するに東京電力は前倒しをしてその発送電分離をもう来年からやるというので、デプコ送電というそういう会社ができるんですね。それでその、私はその言いたかったのは、適正、まあ、高橋さん適正と言われたんですけど、その送電の費用がですね、まず特別高圧2円、高圧4円、そして家庭部門だと9円から10円という、そういうのが大体今までの相場だったということになっていて、でその審議会でも、まあ、それで妥当だと。いうことでなんかスーッと通っちゃってるんですけど、それでいいのかということについて皆さんは文句言える立場にいるということです。それと同時にそのコストの中に何が入ってるかというとですね、本当に送電線だけですかというのがあるんです。少なくとも今審議会で明らかになっているのは過去の再処理費用については送電に入ってます。から原発をその建てたりする地域立地のためのですね、電源開発促進税、これも送電の方に入って、託送料金が入ってます。だから変でしょ。だからそういうことを皆さんは、言う権利がありますから、それだけはお伝えをしておきたいというふうに思います。すいません。いいえ、ありがとうございます。大事なお話を今、4社かな、託送料金 のパブリックコメントがかかってます。中国電力と四国電力とどこだったかな、はい、そういったところも、情報がどんどん公開されているという状況になってきています。はい、じゃあ次の方お願いします。確か最初から挙げてらした、はい、こちらの方お願いします。あ、そちらじゃあすいません、次にお願いします。どうぞそちらの方。はい、2点伺いたいんですけども、私はよかったらお名前お願いします。私はですね、もうリタイアしたんで所属がないんですけど、和田と申します。2点伺いたいんですが、まず第1点目はですね、脱原発とそれから原発推進する人たちのお話を聞くとですね、原発推進する人たちは原発の発電1キロワット台の発電コストはとにかく低いんだと。で、自然エネルギーを推進する人たちのご意見ではですね、発電コストは、自然エネルギーの発電コストは非常に安くて、原発は非常に高いんだっていうんですよね。
でそこでですね伺いたいんですが、1キロワットあたり発電するためのコストはですね、原子力発電ではどのぐらいなのか、あるいは太陽光発電はどのぐらいなのかということをですね、きちんとした明細をですね、教えてほしいんですよね。高い安いっていうね、そういういろんな立派な人たちがテレビでやるんですけど、高い安いっていう言い方でね議論してるんで、全然腑に落ちないんですよね。あ、そうなのかっていうことが分かんないんですよ。ですからぜひ1キロワット当たりのコストの明細ですね、詳しい明細を定量的に示してほしいんですね。それとあと2点目はですね、神奈川県知事だったと思うんですけども、2000万件の家の屋根に太陽光発電を全部つけるんだと。そうすれば地産地消になるわけですよね。そうすると発送電送電するためのコストもいらないし、そこで一軒一軒でみんな間に合っちゃうわけですよね。もちろんその蓄電池というものも揃えましてね、やれば1日昼間と夜変動ありますけども、それも平均して何キロワットの発電装置を屋根につければいいかっていうのも分かるわけですよね。それであれば解決するわけですけど、その辺の進み具合っていうのはどうなってるんでしょうか。その2点をお願いします。2点目の神奈川県の方は難しいかな。あ、ご存知ですか。ありがとうございます。神奈川県全く進んでません。はい、まずそれでいいでしょうか。で、それからその原発のコストについて、それから太陽のコストですけど、これここでやってるとものすごく時間がかかるので、詳しくは大島健一さんとかですね、そういう方の本を読んでいただくのが一番いいと思うんですけど、簡単に言うとですね、今年のエネルギー基本計画の時に政府がですね、原発が確か9円とか、そのぐらいの価格で、出してたというふうに、思いますけども、これはいわゆる発電所を建てるためのコストですね、設置コスト、これを、ものすごく前の、情報を使っています。今は原子力規制委員会がいろんなその規制を上乗せしてやっているので、いろんなコストがかかるんですけど、それ一切入れずに、3年ぐらい前の泊原発を作った時のコスト、だから今の3分の1ぐらい、そのコストで計算をして9円という、計算を出している。これは一番分かりやすい答えかなというふうに思います。それから太陽光の方はですね、これは設置方法とかメーカーによっていろいろばらつきがあるんですね。それで今いわゆるコストと検証委員会FIT のですね、価格を決めるところで、今年の価格27円というふうに決まっていて、27円が高いか安いかっていう、そういう議論にはなってますけれども、ものすごく大胆に言うと、ほぼ、設置価格にそれは近づいているというふうに思います。ですから今は30円で作れるのか作れないのかという、そういう議論はありますけど、30円を切ってるメーカーは結構ありますから、そういう意味で言うとですね、今太陽光の価格っていうのは30円を切ってるぐらいの、そういう価格だというふうに思っていただいて、これがもっとどんどん安くなって20円とか、そのぐらいまではいくと思います。ただその原発がじゃあ9円じゃなくて、それがどのぐらい上がるのかっていうのはですね、そこにはちょっと正確に私は言えないですけど、だから、ね、こういう場合は9円だけども、はい、こういうコストも入れればいくらになりますよっていうね、そういう場合についてのコストは、いや、ほとんど初期費用なので、初期費用が3分の1だということは3倍するとですね、3区27円ということになります。だからそういう言い方すると困るんですよ。それしか今は言いようがないです。こういう場合はこうだと、ね、こういう場合はこうだと言ってくれないとね、何かを除いちゃった後で、これですよって言われてもね、ごまかされてるわけですよ、だからね。まあ確かに、選ぶためにやっぱり、価格っていうのは選ぶためのすごく重要な情報だと思うんですね。何を誰からいくらで買うのか。で、今まで私たちがそのだからね、コストをいくらでかかるかっていうことをね、分かりやすく情報発信すべきだっていうことは、そう、私たちがもっと声を大きく上げていくべきことなんじゃないかなって思います。分かりにくく分かりにくされ発信されてる情報を分かりやすく出す。
そうです。私は脱原発で、よろしいですか、よろしいですか。あのコストと検証委員会という審議会があって、それが報告書を出しています。それが先ほど竹山さんが言われたやつだと思いますが、今年の5月ぐらいですかねに報告書を出しています。でその中に確かかれかれこれこれの条件の下で計算したら原子力は今10円パーキロワットアワーぐらいであるという数字が出ています。でその中にどれがどのコストをどれぐらいに見込んでいるとかっていうのはこれ全部書いてあります。ですので、それが一定の今のご質問に対する答えにはなっているとは思います。ただポイントは分かんないじゃないか、全くその通りなんですよ。結局それはシミュレーションですから、カクカクシカジカの前提の場合には原子力は10円パーキロワットアワーになりますと。太陽光についても、太陽光ってのは当然どこに置くかによって全然変わってくるわけですよね。日照時間が非常に長いところもあればそうでないところもあるわけであって、造成する費用がいくらかかるのかとかにも変わっていきます。ですので太陽光にしろ再エネにしろ一定の条件のもとにシミュレーションをした結果、大体例えば太陽光であれば現状だったら30円パーキロワットアワーぐらいかなと。ただ2030年ぐらいには10円台には落ちるよねとか。だから結局全部申し訳ないですけどシミュレーションになってしまうわけです。ですのでそこが私のような専門家が喋ってもなんかよくわからないじゃないかっていうようなご批判が来るところなんだと思います。で、一つだけ申し上げておきたいのは、じゃあどうしてもシミュレーションにならざるを得ないわけなんですけれども、どれくらいの確からしさがその数値にあるのかということを考えるべきではないかということを私は申し上げているつもりです。すなわち、化石燃料、火力発電について言うと、これは燃料コストが極めて大きいので、燃料が変動してしまうという不確実さがあります。今はたまたま石油とかすごい下がっていますけれども、つい半年ぐらい前までは2倍ぐらいしてたわけですね。で今後も長期的には中長期には上がっていくのは間違いないとは思うんですけども、当然下がったりもするだろうと、そういう不確かさがあるわけです。で再生可能エネルギーについては今は全般的に高いとだけれど中長期的に下がるのは間違いないと思っています。だけれどもそれがどれぐらいの速度で下がるのかっていうのはまだまだよくわからないと。ドイツのように太陽光の買取価格が2000年代初頭は80円ぐらいだったものが今はもう15円とかになっています。4分の1、5分の1になっています。じゃあ今後もどん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 4分の1、5分の1になってくる方はそうじゃないだろうと。そこはやっぱりいろいろと計算した結果、いやもうちょっと何パーセントは下がるよねとか、いやここまで期間には半分ぐらい下がるよねと。これもでも不確か差があるわけです。で原子力についてはこれは一番不確実性が高いんじゃないかというのが私の意見です。それは例えば原子力発電の破局事故、福島での事故が起きればもう東京電力みたいな最大の電力会社が潰れてしまうようなリスクを抱えているわけです。あるいは一定の、再処理とかですね、最終処分所のコストを計算入れてますけれども、とてもその金額で収まるとは誰も思えない。それが10倍とか100倍のコストになるかもしれない。これ他の電源ではありえないような不確実さなわけですよね。あるいは新しい原発を作ればもっと安全だっていう方もいらっしゃいますけども、フランスとかフィンランドの事例を見ると、新しい最新の原子炉を作るにはですね、1基あたり3倍ぐらいの建設費がかかってしまうという、これは事実として起きているわけですね。ですので、どういうシミュレーションをするのかっていうことによって依存するっていうことと、じゃあそのシミュレーションの確からしさ、リスクがどれぐらいあるのかっていうことを考えないといけないと。それがこの発電コストの議論をするところの難しさでもあり、かつポイントだと思ってます。ありがとうございます。次の方お願いします。斉藤と申します。先ほど電源の確保が一つの課題だというふうに、どなたが言ったでしょう、村上の大臣はいかがでしょう。これは私は今度自由化になるということは小売りの自由化ということ、例えば供給側の今例えば10年契約とか20年契約で買取の契約をしているわけですけど、この契約をひっくり返して供給を受けるというようなことは今後今もできるかどうかもちょっとわからないんですけど、あるいは今後可能かどうかということがまずちょっと一つ聞きたいなと思います。それから先ほどスマートメーターの導入が絶対必要だというふうに言われましたけれど、ちょっと確かじゃないんですけれど、
東京電力は何年か計画で全部スマートメーターに変えていくという情報をどっかで聞いたような気がするんですけども、その2020年まで。ああ、そうですか。そしたらそのスマートメーターの持ち主といいますか、東京電力のものになってしまって、それを別の電力会社に使えるのかどうかという問題ですね。それをちょっと確認したいということと、もう一つですね。いいですか？じゃあそれ2つにします。すいません、1つ目 の供給力については鈴木さんで、次のスマートメーターは続いて、はい、竹村さんの方からお願いします。電源の確保につきましては、現契約がどういう契約になっているかというところにもよると思いますし、今後のその、政府の、そういった、方針ですとか政策によって変わってくる部分もあるので、一概には言えないところですね。契約が年度更新になっている場合もあれば、もう長期で、10年20年っていう形で、契約してる電源もあるでしょうから、そういったところで言うと、違約金払わなきゃいけなくなっちゃったりすると切り替えっていうのも難しくなるでしょうし、契約形態っていうのも発電所ごとに様々だと思いますので、その辺は何とも言えないところです。村上の大地は市民電力の NPO 法人からの電力の購入もされてるんですよね。そうですね、はい。そういったことも、そういった市民電力と自然エネルギーの PPS が協力をするということもこれから増えていくと思います。はい、すいません、竹村さんお願いします。はい、スマートメーターはですね、東電のものというよりは送電会社のものです。発送電分離の層のものですね。で、小売業者はですから、その送電会社の、情報、送電会社が持っている情報として、そのスマートメーター情報を、いただくというような形になると思います。ただそれが、どのぐらい完全にいただけるのかどうかとか、そこら辺はまだ実はよく見えてないところが、あるんですけれども、先ほど言ったのは、そういうその家庭用の電気がですね、どういうふうに消費が動いているのかっていうのが、見えることが供給を安定的にやっていける、一つの道ですという、そういうことで申し上げたんです。で、皆さんがじゃあ、自由化になって新電力から電気を購入しようとするときに必須でメーターつけないのか、なきゃいけないのかというと、実はそうではないです。で、送電会社は今も月一検定、人間が見てメーターを見て、それで1ヶ月に使ったのはこれだけですよっていう、そういうその、報告はするわけなので、それと同じものが小売会社の方に送電会社から来るという、そういうパターンも、もちろん可能なんですね。その代わり、その場合は、送電会社はそこのご家庭が、送電会社じゃない、小売会社はそこのご家庭がどういう、消費の挙動をしているかっていうのが、分からないので、もしかするとその安定的に供給できないことがあるかもしれないという意味で、スマートメーターが、必須ですと。で、特に塊になりますからね、1万件とか何万件とか、そういうふうな量になってくると、それがどういうふうに動くかっていうのは事前に、情報として、持っているということが、発電側をどういうふうに、それに合わせていくかという、そういうことになるので、必要ですっていう、そういう、おっしゃり方をしたんですけれども、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そしたら時間も迫ってきますので、あとお二人で質問締め切りたいと思います。あ、じゃあずっと上げてる方すみません、どうぞお願いします。瀬戸柳と申します。小建ての家の場合は自由に選べると思うんですが、マンションの場合でいきますと、マンションの場合は東電から、現状東電から引き入れた電気をマンション内の変電設備で各戸に送っているようなんですよね。そうすると自分は例えば再エネをメインの会社から選びたいと思っても、全戸の同意が得られないと変えられないんですよ。で、そうするとですね、どうしても料金とか、それから安定性
まあ、実はあの理事会に私あのオブザーバーで出席してその電力の自由化に備えた話をさせてもらってるんですが、やはりその料金とそれから安定性を重視する人が多そうなんですよ。その場合に、どうやって合意を取り付けてるか、最終的には総会で選ばなきゃいけないんですよね。その辺の難しさをどうするか。で、例えば東電以外から供給するようになった場合に、これまでは各個の料金は分からない仕組みだったのが、住環等に、各個の、個別にその料金を払えるシステムなのか、その辺をちょっと伺いたいんです。はい、一貫通供給をやってらっしゃいますか。あ、じゃあお願いします。はい、まあマンションで行くと先ほど言われたように高圧で一括になっているところは実際に販売しておりますけども、そういう時にもちろん価格と安定性って言われます。で、まあ、価格の方は我々は今の電力さんよりも安くするのが目的なので安くするんですけど、安定性っていうところでどこの馬の骨かわからないので N パワーの一応紹介はこういう会社ですって言うんですけど、じゃあ本当に潰れないのかどうかっていうことを言われるんですね。その時にちょっと私の方からちょっと失礼な話なんですけど、我々はお金をもらう側なんで逆に皆さんを審査したいぐらいなんですよ。ちゃんと払えるかどうか、それを逆に審査されるっていうのはまあどうなのかなっていうのはまあ思うんですけど、まあ、あえてうちが潰れた場合は電力さんに戻るだけですので、あまりリスクっていうものはないんじゃないですか。で、あと我々の発電の、発電所が止まった時どうなるかっていうと、皆さんのところは止まらないんですね。うん、地域の停電になれば止まります。逆にその時に発電をしてても我々は遅れないという形になるので、結局は今の電力さんと一緒です。ですから安定はしてますから、その辺は安心してくださいっていう形で我々は営業しております。誤解のないように申し上げておきますけれども、今お話したのはマンション高圧一括受電という現状の仕組みの中で、マンションまとめてであれば一般家庭でも電気を買えますよというスキームのお話をされています。なので現状、要するに独占が残っている現状では一般家庭は普通は買えないんだけれども、マンションに住んでるから例えば100戸とか200戸とかの場合はまとめ買いとして一般消費者なのに他電力から買えると、そういう話です。だから当然管理組合の合意を得ないとマンション一括ですからできないという話です。で、来年の4月以降は小売全面自由化ですから、マンションに住んでいようが戸建てでいようが一家庭が個別に電力会社を選びます。なのでマンションの方もどこからでも買うことができる。それちょっと誤解しないでください。そうすると、マンションで一括充電しているところは今も電力会社を選べるし、で自由化を2016年になって自由化した後は一軒一軒の家もで引き続きマンション単位も選べるということですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ残り最後の方、はい、白い T シャツの方お願いします。杉並から来ました熊田と申します。ちょっと当たりものすごい根本的な質問であれなんですけど、この来年の4月からの電力自由化っていうのは誰がいつ決めたのかっていう。だって政府側としては原子力は今後も続けたいわけで、それは再生可能は 何パーセントか上げるっていうのは決めてるけど、それ以上上げないっていうのが多分方針としてあって、これはなんでこんなことをわざわざ出してきたのかっていうのがちょっとわからないです。お願いします。はい、じゃあ高橋さんお願いします。いつ誰が決めたかというと、2014年11月に電気事業法の改正案が国会で可決をされました。
それは政府が提出した法案で、まあ、国会、今話題の国会でですね、可決されましたので、自由化が決まったと。でそれが施行に移されるのが来年の4月だということです。でじゃあ再エネとの兼ね合いどうなるのか、これ非常にいい質問であり難しい質問なんですけども、本来自由化っていうものと再エネは別物です。再エネは先ほど今日説明した通り、固定価格買取という一種自由競争とは関係のない支援策を得て増やそう、頑張って増やそうとしている話であって、主として発電事業者に、まあ、インセンティブを与えることによって投資を増やしましょうという。これは自由化とは、まあ、関係ないというか、むしろ自由ではない支援策でもってですね、増やそうとしている話です。で、他方で自由化っていうのは、いや、マーケットメカニズムを使って消費者に、選択する権利を与えましょうと。で当然競争が起こるはずですから、競争が起これば電気料金も下がるかもしれませんよねと。そうすると、まあ、効率化も起きますよねと。消費者にとってメリットが大きも多いですよねと、という話です。ですので、再生可能エネルギーを、まあ、増やすか、あるいは適度なところで抑えるかっていう話と、自由競争をするっていう話は、まあ、別物であるというふうに理解をしてください。ただ私がよく申し上げているのは、自由化をするということは発送電分離も必ず必要になる、送電網が使えるようになる、あるいは新規参入者が、まあ、事業をしやすくなるといったような側面が非常に強くなりますので、再生可能エネルギーもの普及にもですね、間接的に寄与すると。送電網が自由に使えるようになるだとか、新規参入者が入ってくるということを通して間接的に再生可能エネルギーの普及拡大に寄与しますよということは言えると思います。ただ原理的には別物だということです。はい、ありがとうございました。まだまだご質問あると思うんですが、時間になりましたので、締めくりの方に入りたいと思います。そうしましたら、電力小売の会社の4社の皆様からお一人ずつ、消費者の皆さんに期待することとお一言と、あと今日のご感想を、また浜田さんの方からすいませんお願いいたします。最後に高橋さんの方からまとめの言葉をいただきたいと思います。はい、まあ今日お話したように小さな電力会社ですので、まあ、なかなか準備がですね、どこまで整ってできるかということと、生活クラブ、まあ、政協で言えばですね、総代会を6月とかにあるんですけども、そこを決議して理解を含めて、まあ、決定はあれなんですけども、理解をして共感を得て合意してから進めたいというところもあったりして、春の時点で、まあ、できるかどうかっていうのは一つ大きな、まあ、ポイントになってくると思うんですけど、そういった意味で、まあ、2016年の4月の時点でどこまで皆さんどうなんですけども並べるかっていうところはあると思うんですね。そういった意味で、もう決めちゃって、例えばわかんないですけど2年縛りとかいうことが起きたりした場合に、そこからもう、例えば、秋冬に並んだ時にはもう決まって縛れてるっていうことがあるかもしれないので、ちょっとゆっくりというかじっくりですね、見極めていただいて、出遅れるとこ遅いとこもあるかもしれないんですけども、皆さんの、気持ち考え方に沿うところが、出るまで、まあ、慎重に決めていただきたいなというのがあります。ありがとうございました。すいません、なんかあんまりわからないですけども、例えばですね、携帯電話とかと同じような形でバックにして違約金みたいな話になると思うんですけど、そういうことがもし起きたとすると、4月スタートで、まあ、2017年、8年ぐらいですかね、春のでは2年間ありますよということが起きるかもしれないので、まあ、そんなことをもう切るのか、ちょっとその辺がどの辺か皆さんのいくらで値引きするのかとかですね、でまだ現状全然わからない状態なので、はい、そんなことをちょっと言ってました。はい、はい、ちょっと本当にこういう場が本当に初めてでした。まあ、新しいというかですね、現状今こう生活クラブの中で考えて考えてっていうところをいるので、すごく貴重な機会になりまして、ある意味力づけられた面もありますし、いっぱいこれから、今日いただいた質問とかですね、学んだことを含めて反映させたいなと思ってます。ありがとうございました。
はい、我々はですね、生協ですので組合員に供給というところで言いますと、組合員がいるところじゃないと供給できないということで、パルシステムグループ今首都圏を中心に、展開してますので、そういったところで言うと、首都圏が東京電力管内が中心になってしまうところはあるんですけれども、ただ、全国的にもですね再エネを、広げたいというあの気持ちもありますし、その、脱原発ですとか、温暖化防止というのはその関東圏だけの話ではありませんので、やはり、今日もあの各地からお見えになっているかと思いますけれども、再エネを推進していくというところで皆さんも何か具体的にですね、声を上げるですとか、最終的に、その我々のような事業者を選んでいただくということで、少しでもですね、大きなうねりというか力に、皆さんと一緒にしていけたらなというふうに思っております。今日は、いろいろあのたくさんの方にですね、直接のやり取りということではないんですけれども、ここだけ集まっていただいたということで非常に私としてもあの心強く思っておりますので、引き続き、皆さんのですね声を、聞かせていただきたいなというふうに思います。今日どうもありがとうございました。はい、エナジーグリーンとしてはですね、まだあの他のお三方に比べてですね、実際にまだ触れておりませんで、口だけですので実際に、販売を開始できるとしてもですね、多分そんなあのいきなり何万人とかですね、そういうふうにはなかなかなれないだろうというふうに思っていて、数百人とかですね、そういう規模でちょっとテスト販売的なですね、珠玉の電気を売ってみるみたいな、そういう形になると思いますので、その最初の試玉に、なんか乗っかりたいという方は、ぜひエナジーグリーンを注目していただければというふうに、思います。で、ゆくゆくはですね、今シェーナウ、ドイツのシェーナウが12-13万人ぐらいの、お客さんを抱えている電力会社になってますので、そのぐらいにはなりたいなというふうに、思っています。で、今日はですね、こんなたくさんの人がですね、お見えになるとはですね、びっくりしました。パワーシフトキャンペーンの、私は一応、Eシフトのメンバーでもあるので、中のような外のような、一応業者なので、これに関しては中に入るとまずいだろうと思いながら、一応協力的に、ここまでやってきて、ただこの集会決まったの本当に一月もないぐらいのちょっと前ですよね。それで、このぐらいに人が集まるということはですね、やはりこのテーマについて、関心がすごく高いんだなということを、改めて今日は感じさせていただいて、で、こういうその事業をやろうと、あれをやっている、そういう側がですね、集まって話をするということは多分これが最初の機会だと思いますので、今後ますますあのこの問題深めていくためにもですね、こういう場を、どんどん回を重ねてですね、より関心を深めですね、情報を交換しですね、皆さんに、より良い電気が供給できるように、頑張りたいなというふうに思います。どうも。はい、そうですね、弊社の方は、愛知県の清須市にあるので、日本のほぼ中心地に近いかなと思っておりますが、そこから、織田信長のように全国制覇していきたいなという夢をお持ちながらですね今後やっていきたいなと思っております。ちょっとおちゃらけてすいません。やっぱり再生可能エネルギーを中心として、何ですかね、自分の会社がどれだけできるかなっていうのは本当にかけていきたいなと思っておりますので、今後もよろしくお願いします。それと今日の感想ですけども、実際に多分関心がある方がこのように、集まっているんだと思うんですけども、できることであれば、今関心がない人でも、この情報を、どんどん伝えていって、
自由化っていうところで、みんなが環境に考える、そして政治にも関心があるような形で、どんどんいけたらなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さんの力でどん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 盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず感想ですけども、先ほどの竹村さんと同じですが、よくもまあ5連休のど真ん中のこんな天気のいい日にこれだけの数の方が集まったなというのが感想でありまして、それはまあ講演者としては大変ありがたいことなんですけれども、要するにこれだけ関心が高いということだと思うんですよね。まあその安保法制であれだけの人が毎晩毎晩毎日毎日国会の前に集まったということもありますが、やっぱりそれだけ市民の皆さんがまあこれはエネルギーの問題ですけれども、非常に高い関心を持っているということは本当に、まあ、政策を研究している者としても大変心強く思うわけです。とはいえ、政策研究者がいくら勝手なことを言っても世の中は変わらないわけであって、世の中を変えるのは供給者であり消費者だと私は心から思ってます。ですのでこれだけまあ関心が高い目の肥えた消費者がいらっしゃるわけですから、小売の方々がですね、事業者の方々がいかにそういう方々をおっと思わせるような魅力的なメニューですね、料金メニューであるとか、その内容をですね、提供するサービス、そういうものを提供できるかということにこれ一重にかかっていると思います。でもちろんその政策面が全然どうしようもないとかですね、いろいろと問題は山ほどあるわけなんですけども、まあ、そういうさまざまな難しい状況の下でも、結局はこれは小売事業ですから、やはり事業として成り立たなければ持続可能ではないということで、もうそれを重々承知してですね、少なくともここにいらっしゃる方々はやっているわけです。で、本日のお話で言うとですよ、なかなかその太陽光のですね、フィット電源だけに頼るっていうだけではなかなか難しいんではないかということがですね、あったわけであって、でだからダメではなくて、じゃあ何をしたらいいのかと。で、競争の基本っていうのは差別化なわけです。皆さん他の商品いろんなものをこう購入されてるわけですね、無農薬のお野菜も含めていろんなものを高くても買っているものもたくさんあるわけであって、いかに他社がやらないことをやるのかと、そこをもう十分悩んでらっしゃる、眠れないぐらい悩んでらっしゃるっておっしゃってましたけども、やっぱりそこが鍵だと。でその際にはもちろんフィット電源も結構なんですけれども、やっぱり総合的に魅力を高めるのか、私の、まあ、最後のスライドになるわけなんですけれども、その地域性を訴求するだとか、あるいは熱電平均で両方のサービスを供給するだとか、あと質疑応答で出てきましたけど、デマンドレスポンスのようなですね、消費側に立ったですね、需給行動をしてもらうこと、需要行動をしてもらうことに対して対価を払うだとかですね、そういうこうあくまで我々が目指しているのは再エネ 100% だけではなくて、エネルギーシフトのはずだと思うんですね。まあ、これはパワーシフトとなってますけども、まあ、ドイツ流に言えばエネルギーウェンデーですから、エネルギーの仕組み全体を変えるということを多分ここにいらっしゃる方は目指していらっしゃるんじゃないかと思うので、もちろん電力、再エネ電力は出発点としては非常にいいと思うんですけれども、熱の話だとか消費の話だとか、総合的なサービスをここにいらっしゃるような方々が供給できればですね、提供できれば、皆様のような消費、目の高い消費者がですね、これはいいと、これはちょっと払ってもいいと、いや実はこうすればもっと得するよねとか、そういうふうに世の中が変わってくると、エネルギーシフトの動きもですね、本格化していくのかなと思ってます。なので、両方に、期待しますので、頑張っていただければと思います。ありがとうございます。力強い具体的な、エールと、皆さん、私たちみんなに対しての、期待の言葉をいただきました。本当にありがとうございます。ちょっと進行の不手際で遅れてしまって申し訳ありません。最後に一言だけ感想を言わせてください。制度は縦割りでも、電気もしくはエネルギーはつながってるんですよね。上流から下流まで。上流は再生可能エネルギーを作る、もしくは省エネをする。そのことによって私たちはエネルギーに関われる。今度は小売が自由化する。たとえ制度が縦割りでも、私たちはその上流と下流にとことん関わって、いく。例えばさっき竹村さんが言ったように供給力をみんなで増やしていく。だからそういったことについても、制度に働きかけるだけでなく、本当に私たちが、プレイヤーになると
という形で、影響を与えていくことが本当のパワーシフトであり、高橋さんがおっしゃったエネルギーシフトの、一歩になるのかなと思いました。ぜひ今日の話を、持ち帰っていただいて、身近な方に語って、次のイベントには早速やってきていただけるような形になったらいいかなと思います。パワーシフトキャンペーンは引き続き、情報発信、情報交流、専門家の方や、事業者の方、それから消費者をつないで、パワーシフトを力強く進めていきたいと思いますので、引き続き注目をしてください。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。本当に有意義なシンポジウムになったと思います。ちょっと今後も情報追加をしていきますので、引き続きよろしくお願いします。今日は長丁場本当にどうもありがとうございました。これで終了します。